ステージとか立った時にビクトリーって言えばとりあえずなんか間が持ちそうだもんね。とりあえず叫ぶようにしてます。筋トレですか。Vジャンプの宣伝隊長をしておりますビクトリー浅田と申します。よろしくお願いします。趣味なんですけど、入社した当時はVジャンプゲーム雑誌なんですけど、ゲーム全然してなくて、まあ、最近はもう仕事半分遊び半分でゲームいろいろやりつつなんですが、もともと大学時代までずっと運動部だったんで体を動かすことが好きなので、筋トレですとかスポーツですとかっていうのを休日はたしなんでおります。まあたしなむってことではないですけど、ちなみに運動は多分 V ジャンプで一番してるのではないかと思っております。まあこれはですね、別に僕が好きでビクトリーってしたわけではなくて、もともと V ジャンプの V はバーチャルジャンプの V だったんですけど、少年誌ということもあって勝利のビクトリーになったんじゃないかなって勝手に思ってます。僕としては、まあ、あんまりよく分かってないんですけど、ステージとか立った時にビクトリーって言えばとりあえずなんか間が持ちそうなので、とりあえず叫ぶようにはしてます。なので意味はよく分かってません。 V ジャンプといえばビクトリー内田って言われるので、そこはちょっと悔しいので、ゆくゆくはビクトリー浅田だなと言われるように頑張っていきたいですね。Vジャンプのゲーム記事ですと、この鬼滅の刃のゲームの記事を担当していますが、今後まあいろいろ続報が出るので、今ちょっとここでは何とも申し上げられないんですが、まあジョジョクイズ検定は正直そのジョジョファンたちに太刀打ちできるような知識は多分自信がなく、この中で唯一自信があるのは筋トレですか。全く編集関係ないんで仕事に活かせないんですけど、そのジャンプ作品でちょっと僕考えてたんですけど、まあ、全然 V ジャンプちょっと今まあ関わりがないんですが、いちご 100% の1話目で主人公のマナカが、純平が懸垂しながら一つかさに告白するんですよ。で僕やっぱあれってそのちょっとこうミスマッチな告白と懸垂という、しかも懸垂ってこう辛い作業じゃないですか。めちゃくちゃ懸垂得意なんですよ。だからいくらでも告白できるなっていう、集英社で一番僕懸垂できる、綺麗に。あとは 2.5 次元舞台一着なんですけど、これまで V ジャンプで 2.5 次元舞台の、まあ、稽古場ですとかちょっと取材をさせていただいてたんですが、なかなかそういったところに入れる機会って普通の方ないと思うんですが、本当に役者の人たちが切磋琢磨、まあ、お互い厳しくコメントし合いつつも仲良く本当に、まあ、友達先輩後輩の関係でやってる姿がなかなかこう紙面だと伝えきれないので、 V ジャンプレイを絡めつつできるといいかなと勝手に妄想しております。そうですね、やっぱり、まあ、ありがたいことにジャンプのファンの方ってすごいもうたくさん知識がある愛がある方たちなんで、方々と相互にこう、あそうなのっていう話も聞きつつ、こっちからも実はこうなんだっていう話も出して、お互いにこう楽しく盛り上がっていきたいなと。そうですね、ただそうするといかに編集部ってポンコツなのかっていうのがすごい露呈しちゃうんじゃないかっていう怖さがあるので、うまく予習はがっつりしていきたいですね。大丈夫ですけど、ただ、まあ、本当に事前に脱ぐよって言ってもらうと、で1週間ぐらい前からちょっと調整したいですね。正直なところテレワーク期間だからって言い訳にたくさんお菓子食べてきたんで、たるんたるんですね。企画をやる際はですね、ちょっと早めに教えてもらえると罰ゲーム用に、まあ、負ける前提ですけど準備してきます。これワンピースですね、まあ、ちょっと前のお話なんですけど、サイファーポール9のやつらが鉄塊使うじゃないですか。もうあれを手に入れてるんです僕は、まあ、武装色の覇気とかですね、まあ、タフネスさを目標にいかなる衝撃にも耐えられる体にしておきたいですね。まあ、皆さんもご参加いただく東郷のデジタルマガジンなので、本当にざっくばらんにですね、お互いコミュニケーションしつつ V ジャンプ、そしてまあジャンプですねの愛を語り合いましょう。